こんにちは。前回はひどいシーンをいっぱい見て無事リボンを手に入れることができました。で、ヒルダ本人はなんとパラメキアっていうところの闘技場の景品になっているそうなので、これから助けに行こうと思います。ゴードもまた仲間に入ったんですよね。で、パラメキアはあの砂漠にあるので、カシュオンの南、カシュオンがチョコボの森の方ですよね。ここの下の砂漠、あの右の方にあるやつだ、砂漠のあそこにこれから向かおうかと思います。で、どうやって行こうかな。船でどこまで行けんだろう。これカシュオンの方に出ないといけないかな。森行ってみるか船でちょっと近くまで、よし行こう。船の結構スピード速くていいよね、これ。ちっちゃいワールドマップ欲しい。どの辺だこれ。もうちょっと南、この南どっから行けんだろうこれ拡大したいけど、ただ茶色くなってるのは山なんだよな。途切れてる場所、あの森のとこ途切れてんのかな、わかんないな。最悪カシュオンの方から本当に下ってもいいけど、砂漠が見えない。砂漠が、あ、そこから行け、ここどこだ、ここがあの森か。あ、ぽい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 、こっから行けそうかな。上陸。ランドレイ、砂漠のエイか、硬いか。またちょっと呪わせてもう多分しばらくそれだけど、強いね。ゴードンってすぐ抜けるっけか、どうだったっけ。なかなか呪わない。よし、呪い待ち呪わせてこ、呪わせてこ。よし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 、もうちょっと発動確率高ければな。しかし闘技場の景品になるってどんなよって感じだけどいつ入れ替わったんだろう、ラミアクイーンと。なんがやっぱ炎の弓強かったな今ね。なんだっけ、ミスリル弓、あれミスリルの弓、ゴードだった気がするから、前のまんまだからあ、いけるいける。よっしゃ行こうぜー。右っちょの方にあったから、バリー地獄やだなそれはやだな。なんかこうステータス異常とかやってくる感じかな、この辺は。よし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 、よし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 、下の方か。ミニチュアにあったよね。あ、見えた見えた見えた、あれだあれだ。よし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 、うわすごい、なんか城がある。あれがあれか、パラメキア城。
で、これが闘技場か。よし、闘技場一回。どんな感じ？ここはいけないのか。檻か。獣と、モンスターと戦わせるみたいなこと？そういうことなのかな。あ、いるいる、誰だ誰だ。皇帝か。さあ戦うのだ。勝者にはピン王女ヒルダを与えよう。なんだ、戦わせられんのか。なんだろう、あそっか出てくんの。なに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 、なんだあれ。うわぁ、いきなり戦いだ。ベヒーモスだってよ。ベヒーモスだって。これどんぐらい強いんだろう。ブリンクいるかな。ちょっと HP 増やしたかったりするんだけど、フリオにいるの。いい感じに戦ってくれないだろうか。呪い狙いでとりあえず戦っていって、ゴードンとかやばそうだけどな。だったら呪い、あ、そう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 、意外と当たらないというね、向こうの。ガイはもうなんかほぼほぼ避けてくれるからいけんじゃない。ブリンクなしで。いけるかも。いけるかもしれん。10ヒットだ。ボス戦だけマリアちゃんとした武器に変えてあげてもいいかもしんないけど。なんかマイン合集がいいかなと思ったんだけど、やっぱ素早さ上がっちゃうから、その魔法の空打ちみたいのができなくなっちゃうから、今外して、あ、しましたしました、全然いける。よし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 、どんどんガイの知性が下がっていく。見事だ、褒美を使わそう。え、ヒルダくれんのかな。もう皇帝を倒すチャンスだ。え、欲ぶっかひんな。無理だろう。いい見せ物だったぞ、フリオニール。お前たちの正体などすでに見切っておったわ。ん？あ、消えた。え？ダークナイトだ。牢屋にぶち込んでおけ。おいおいおい、うーわー、これ出れんのかな。丈夫な鉄格子だ。あ、誰か来た。ん？なんだ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 、ボカスカバタン。え、なに。ポール？あ、鉱山で助けてもらったお返しだ。俺は仮を作るのが嫌いでね、さっさと逃げるんだぜ。なんと、こんな、ありがとう。やったー。どうやって出ればいいんだ。こっち行けなかった。どこ、どうやって行ったんだあいつ。どこ行ったんだポールさん。いなくなっとるよ。あ、ここ入れた。え、また小部屋めっちゃあるな。入ってくか。合いそうだな、敵に。あー、やっぱりね。いやー、また小部屋地獄やで、これ。何にもないかな。え、待って待って、あるな。やべえ、マジシャンのが普通に出てくんだ、ここ。マジシャン、何で倒していくかな。トード鍛え始めてもいいけど、トード黒魔法なんだよな。デジョン。急に。
倒せる倒せる。いや、でも倒せるだろ。もう倒せる。よしよしよし。もう怖くないで。マジシャンもう怖くないで。さすがに怖くないか、もう。よしよしよし。いい感じに、ダメージ与えてくれるのも嬉しいと思う。おーでー。あと入ってないのが下と、結構、あそこにあった。先に取ろう。ここフィールドっていうか、ここは敵でないっぽいから、泳いで泳いで。めっちゃ速い泳ぐの。これを取って、毒消しか。おー、モンスター、毒消しなんぞにモンスターが。なぜデュアルヘッド、ゾンビ2ヘッド、コラム。なんだこいつら。ゼロ。硬いなぁ、ほんと最近。お。珍しい。攻撃ヒットしたよ。そう地道に倒していくか。おお、当たった。また、なんだなんだ、何が来てるんだ。珍しすぎるぞ。あ、敵かな。いやー、当たる当たる。フリオニールにちょっとお願いしたいけどな。あいつダメージ受けないんだよ、本当に。あ、ゾンビ2ヘッドか。あ、そういうことね。ゾンビの種類の2つ目のかと思ったけど、頭が2個あるってことね。そういうことか。アタックするか。5位。デュアルヘッドとゾンビ2ヘッド、どっちがどっちなんだろう。ゾンビ2ヘッドの方が強かったのかな。ケアルめっちゃ回復したな。あんま使いたくないかも、じゃあ。使用MP 増えちゃう。HP 上がんなかったか。いやー、びっくりしたー。ほっ。あー。よしよしよし。2円かは多すぎるから、さすがに。この辺行ったでしょ。あ、ここ入ったっけ。入った気もしなくもないけど。入ってないっけ。どうだったっけか。上ってちなみに今地下2階だよね。上はどっかから行けんのかな。入ったっけ。あ、入ってなかった。なんと、エーテル。よしよしよし。エリクサーだ。おー。しかも敵にそんな合わない。コテージありがとう。全然できわん。すごい、すごい。当たり小部屋は合わないんだ。敵に。よし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 。じゃあ、ここが上行くんかな。よし。地下1階。地下1階。呪い。よっしゃ。でも被弾欲しいな。被弾欲しい。ヒルダー、どよし、結構すぐ救い出せそうな気が。あ、で、あそこの上から行けるんだ。これは開くのかな。牢屋の中は空っぽだ。よし、ヒルダー王女、今開けます。開けられるのか。開けられるんだよ。どういう仕組みなんだろう。表からなら簡単に開くんかな。ヒルダー大丈夫か。ゴーダン、あなたが
残念だったな、フリオニール。ゴードン、王女を連れて先に逃げろ。俺たちが敵を引きつける。おお、分かった、気をつけろよ。で、ゴードン抜けるのか。大丈夫か、むしろ二人で。大丈夫なんかな。引きつけるよでも先行っちゃったけど。よし、脱出だ。よし、無事出れるんかな。これこんなに警備ないとかある？出れそう普通に。いいのかな。すいません、お邪魔しました。で？でなんだけど、とりあえず戻ればいいのかな？これなんかありそうでないな。とりあえずじゃ戻りますかね。戻ろう。アルテアに、戻ろう。戻ります。ゴードンたちは船に乗っているのか。さて、アルテアに帰ってきました。お、パンラン軍は立ち上がった。まずフィン城を取り戻そうと。フィン城にこれから行くのか。ヒルダ王女やゴードン王子はみんなフィンのそばのキャンプにいるはずだ。あなたたちも一刻も早くキャンプに行き、パンラン軍の力となってくれ。おー、ちょっと私のこと待ってくれてもいいと思うんだけどな。早いな、行動が。向こうでもキャンプしてるってよ。みんないない？あ、みんないなくなってる。レイラとかもあっちにいるのかな、じゃあ。こんなにガラ空きでいいのか、ここ。誰もいない？あ、誰もいないな。本当に誰もいないかも。いないね。すごいな、誰一人誰一人いないんだけど。そっか、これでフィン取り戻しに行く感じか。フィン城も多分ダンジョンだもんな。ダンジョンだから目の前まで様子見に行くか。本当にさ、ここあの人しかいないんだけど。でもまあ全勢力で取り戻すって感じなのかな。フィン城、船で行かなくていいか、徒歩で。この上だったっけ。あれがキャンプか。あったあった。あれね。はい。わあ、すごい。みんな、こっち向いてたけど、あ、ちょっとバラバラになってる。フィン城を取り戻すんだ。城の入り口を突破した。敵はだいぶ混乱しているぞ。今がチャンスだ。いやー、すごいなー。いきなり。こんなことに。もうちょっとでも待ってくれてもよかったと思うけど。まあいいかな。我々が敵の主力と戦っている間に城に潜り込んでフィン城の指揮官を、司令官を倒してくれ。君らには単独行動の方が向いている。うんうん、了解。わー、ちゃんと下がんのいいね。フリオニール、マリア、ガイ、助け出してくれてありがとう。大戦艦も破壊してくれたそうですね。ああ、感謝の言葉もありません。なんか尋ねるか。特にいないんだけどな。ヒヒリュウ、ハテナ。ですよね。
もうこの辺はいいし。よし、じゃあ今日ちょっと短いかもしれないけど、ここで終わりにして、次回フィン城に乗り込んでいきましょう。多分長いかなーって気がします。はい、ではここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。